ヒロさんもいいよ。そうだね、うん、あっちの部屋はちょっと嫌だね。狭いしさ、窓がないじゃない。なんかね、湿気が来るよ。あの三角のやつを買って置かないと。湿気取るやつね。うん、四隅に置けば大丈夫かな。それでもやっぱりベッドは湿気ちゃうからベッドルームじゃない方がいいと思う。うん、窓ないとこ嫌だね。うん、じゃあこたつ置くか。あ、いいね。ね、麻雀ルーム。そうよし。あ、じゃあベッドはこっちと決まったね。うん。ということは、私この部屋好きだ。うん。壁は白いしね。何測ってんの？いや、寸法をね、それと方角を見てんだけどね。方角？これで方角は見れないよ。冗談。どっちだろう、北は？北はね、こっちじゃないかな。こっちかな。壁だからね。窓が少しないからね。うん、そっちの窓あるしね。うん、だから西に南だ。南だよね、きっとね。開けてみる。おお、東横線が走ってるよ。ということはね、多分合ってる。北で。ね。うん。よしよし。どうして合ってんだろう。この椅子さ、なんか怖いね。そう？うん。なんかずっと主張してるよ。私はここにいます。なんか怖いでしょ？古いしね、でかいしね。前住んでた人が置いてったのかもしれないよ。置いていったのかな。そことは外人かもしれないよ。なんかやだなあ。私一人でこの部屋にいるときにひょっと見て誰か座ってたらどうしよう。僕だったらは。僕だったらいいに決まってるじゃないか。バカ。大丈夫よ。そういうことね、あんまり考えない方がいい。うん、明日結婚式なんだよ。そうだよ。私たち。うん、うわ。うわ。信じられない。ねえ、ぴったりだった？ああ、この部屋にぴったりだったよ。ちょっと、私の帽子が？いや、ベッドだよ。違うでしょ。私の帽子でしょ。いや。ベッドでしょ。だから結婚式の時にかぶる帽子の話をしてるんでしょ。だから結婚式の後で寝るベッドの話をしてるんじゃない。また寝ることばっかり考えてる。いや、だからね、うん、あのベッドがこの部屋にうまく収まるかどうか考えてた。それより先に私があんたの女房にうまく収まるかどうか考える方が先じゃないの。え、どうして。だって僕たちは
収まるべきものが収まるべきところに収まったから、収まるべくして収まるところに収まったわけじゃない。だからさ、収まるべきものが収まるべきところに収まったんで、収まらないものが出てきちゃったから収まるものも収まらなくなっちゃったんだよ。なんだ、そういうことか。どれ？どういうこと？わからない。軽はずみな風が吹いて、ふざけた雲が笑ってる。おめでたい朝。あ、めでたいね。うわー、めでたい、めでたい。何か気に食わないの？気に食わないことはないよ。だけどさ、どうして旦那様がこの部屋をくださったか考えたことあるか？え？それはここはさ、奥様と旦那様のちょうど真ん中だから便利ではあるけど。いや、だからその奥様と旦那様、だから夜中にさ、ピリンピリンってベルが鳴ったらすぐ飛んでいけるし。そんなピリンピリンって鳴るわけないじゃないの。あんたが中用事つけられてさ、旦那さんに、それでその隙に旦那さんがここへ来て私を犯されちゃう。犯されるって、そんなこと。だから結婚式の後、初夜の前に花嫁をお味見するっていうお触れが出た。何それ。ちょっと待って、ちょっと待ってよ、僕と君は結婚するのよね。そうだよ。ああ、よかった。だからさ、旦那様っていう人はね、女好きでね、もう何年も何年も女のお尻ばっかり追っかけてたの。だけどある時、もうそうね、30ぐらいになってからようやっと一人の女の人が現れました。大金持ちの綺麗なお嬢さん、その人と大恋愛になってやっと結婚しました。だからここんとこずっとその女遊びが収まってたわけ。みんな安心してた。ところがここんとこへ来て、またその虫がポポ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 って湧き出てきちゃって、でちょうどいいとこにあんたが結婚するから、その結婚相手がお目当てになっちゃったの。僕の結婚相手って君じゃないかよ。そうだよ。だからどうしよう。なんで本当なの、そんな話して。なんだあれ。お味見のしきたり復活おめでとう。ほらね、そんなバカな。ほら、だから旦那様はこの家をくださったんだってばさ。そんなこと誰が言ったのさ。だから音楽教師のバジリオがしつこく言ってたよ。バジリオしつこく。バジリオ、ああ、バジリオ、あの野郎、あの口の中に丸そ詰め込んでやるぞ。ヘラズクズ聞けるようにしてやる。だって旦那様は、あんなしきたりはもう古いんだ、時代遅れたから俺はやめるぞってみんなの前で立派に宣言したんだよ。出なきゃ俺はおめえとこうやって祝言なんかあげるわけねえだろ。だから宣言したものの、もったいなくなってまたひっくり返そうとしてんじゃないの。だからって俺の結婚式から。だからさ、どうすんのよ。え、いやだから私お味見されちゃってもいいの。いや、そんなこと困るんだけど。じゃあどうすんの。いや、だからその考え方が今はちょっとまとまって、考えてる間に私やられちゃうかもしれないよ。だからどうすんのよ。だからどうしよう。怖いの。怖かないさ。あ、奥様が起きた。私行かなきゃ。行かなきゃってどこでさ。その前にちょっとほら、キスしてあげようか。いい考えが浮かぶように。元気になった、シュザンヌ。はい、シュザンヌって。そうだよ、シュザンヌだよ。あんた頑張ってね。ちょっと私行かなきゃ。ね、また作業になるかもしれないよ。アディオ、フィガロ。フィガロ、おめでとうございます、フィガロさん。おめでとうございます、フィガロさん。おめでとうございます、フィガロさん。なんか変だね。あ、変だ。変だ、変だ。え、そうですか。おい、やれ。私たちは結婚のお祝いに来たんです。私たちお祝いの花束を持ってきたんです。結婚しないとは言わせねえぞ。おい、だから しますよ、今日します。よかった。一時はどうなることかと思っちゃった。誰です？え、
知りたいの？聞かぬが仏、知らぬが花よ。でももう遅いわ。トゥーレイト、トゥーレイトよ。後悔の二文字とともにその胸に刻みつけておくがいいわ。私たちはその他大勢。だからその他大勢。何ですかそれ。ちょっと私は分かんないのかよ。入っちゃった。だから必要でしょ。ほら、何かとさ、物事を円滑進めていくためにはさ。それで、今は村娘、1、2、3、4、5、6、7、8、9。ねえ、お望みであればその他何でもしますわよ。もう、どうも、なーら。ねえまあ、いわば妄想の産物ね。そうよ、あのね、落花生とか、さすまいもみたいなものよ。そうなの。そうなのよ、妄想なんでね。この前まで土の中埋まってたでしょ、私たち。ああ、そうだった、そうだった。はい。なんだよ、村娘とかその他大勢とか。うん、そう、これは本当じゃないんだよ。ほら、よくある夢とかさ。そう。失礼失礼する。ニューロンとグリア細胞を主成分とする脳細胞、この部分ですな。我々が妄想と呼んでる幻想を構築しているのは見えますか、見えますか、見えますか。これは直立歩行をしている高等哺乳動物が運命的に抱え込んだいわゆる悲劇です。これをお笑い草と呼んでもよろしい。大体生命体の脳なんてものはニワトリの脳ほどもあれば十分なの。生存能力、生殖能力、それだけあればよろしい。あとの部分は余分に奇形化した脳です。脳、脳です。人類はこの部分で悪知恵を働かす。欲望を抱く、妄想を抱く。これを人類は文化などと呼んでおりますが、これは明らかに慢性化した脳の病気です。病気、病気です。病気。これを学名ではファンタスティック・フィガロ・バッカ、バッカ、バッカです。我々を取り巻いている日常そのものが、これが。我々を取り巻いている日常そのものが脳が作り出した妄想です。妄想、妄想です。妄想、妄想。北本さん、北本さん。おい、バルトロ先生。先生、なんだよ、わけのわからねえことばっかり抜かしやがって。それにしてもあいつなんでこんなところにいるんだ。まさか俺とシュザンヌの結婚式に出席するために。え、なんで俺がそんなこと知ってんだ。あ、そうか、これは俺の脳みその余分な部分が勝手に作り出したバカっ話妄想か。そういや、旦那のやつ、今度町行くときにシュザンヌと俺と連れてってやるって。はっ、そういうことか。町行ったら俺に山ほど仕事言いつけておいて、俺が町中走り回ってるその隙にシュザンヌとよろしくやろうって。旦那のやつ、色ごとにかけちゃ油断の隙もあったもんじゃねえや。あれ、なんか変だよ。これは本当なのか嘘なのか。おい、フィガロ、お前は本当にフィガロなのか。俺は俺じゃないのか。誰だか知らない、誰かに呼ばれて目を覚ます俺、ひげを剃る俺、まだ眠っている俺、開けっぱなしの窓、泥だらけの床、カップの底に飲み残しのコーヒー、ドアを開ける俺、振り返る俺。
まだ来ない俺、風に揺れてるカーテン、誰もいない椅子、少し汗ばんで息苦しい気分、窓から覗く始まらない、それともとっくに終わってしまった。あんたがフィガロと？そうなの。結婚したいっていうのか？もうちゃんと約束したんだもん。あのな、女中頭のマチェリーナ、あんたあと5日で還暦だろ。それがフィガロと夫婦生活をしたいってか？じゃあバルトロ先生は力になってくださらないの？力になるも何も、あいつは今日シュザンヌと結婚するんだよ。遅すぎるんじゃない？色恋に遅いも早いもないわよ。あんたは早すぎたけど。昔のことじゃない。だいたい医学的に言わせてもらえばね、青年期の海綿体なんてものはね、二子すりか三子。何言わせるんだよ。小生、奥様の具合でも悪いのかと思ってさ、大急ぎでさ。奥様は塞ぎ込んでるわ。奥様どうして塞ぎ込んでるの？旦那様が連れなくなさるからに決まってるじゃありませんか。な、こうなることは分かってたんだよ。だから彼女、小生と結婚してればよかったんだよ。昔のことじゃない。フィガロが余計な邪魔でさえしなければ、彼女、小生を出し抜いて旦那と結婚したりなんかしなかったんだよ。先生、私とも結婚するって昔のことじゃない。先生、今度は先生がフィガロの花を明かしてやれるとしたら。フィガロのか？そうよ、あのすばしっこくて抜け目のない、あのハレンチで小賢しいな、若くてハンサムでピッチピチ、あのバカ、カス、すっとこどっこい、インラン、あ、しまった、うんって言ってしまった。フィガロったら私と結婚しますって証文まで書いときながらシュザンヌと、そんなの許せます？なるほど、これは立派な証文だ。あのすっとこどっこいがおふくろみたいなあんたと結婚する羽目になると想像しただけであ、ワクワクする。じゃあ力になってくれたって。しかしあいつはもう今日結婚するんだよ。結婚話なんてほんのちょっとしたことでガラガラと崩れ去ってしまうものよ。先生と私の時のように。昔のことじゃない。昔のことといえば旦那様、シュザンヌにご就寝で花嫁お味見のしきたり、また蒸し返そうって魂胆らしいの。退屈をすると何をしでかすかわからないタイプだからな。その上高慢ちきで嫉妬深いって。だからそこのとこちゃんとつくのよ。どこつつくんだよ。旦那様の下心をみんなに言いふらす。シュザンヌ驚くな。私嫌だ、恥ずかしい。旦那はイライラする。そこで頭にカッとくる。結婚はカッと。ほら、フィガロはがっかりするな。代わりに私といやいや、くっつくな。結婚は嬉しい。先生、先生。シュザンヌ。なんだよ、ケルビーノ。シュザンヌ、シュザンヌ。なんだよ、なんだよ、私忙しいんだよ。旦那様がさ、出てけって。お前また何かやったんだろ。いや、何もやってないよ。昨日の夕方、バルバリーナと、今夜の余興の稽古ちょっとだけね。あの、パープリンのバルバリーナと、どこで？部屋だよ。部屋のどこだよ。ベッドだよ。バーだよ。だってあいつバージン役なんだもんよ。くしゃくしゃ。なんでバージンとベッドなんかで練習するんだよ。それは、練習じゃなくて本番中だよ。まさかそこんとこ、旦那さんに見られちゃったわけじゃないでしょうね。そうなんだよ。だからさ、奥様にさ、話してみてくれよ。俺出て行かされたら、あんたと前でした。嫌なこった。
させてたのは奥様じゃなかったの？奥様って超バッチリだよな。バッチグーだよ。優しくてさ、品があってさ。あ、そう、近寄りがないっていうかさ。私は品がないからどこでもここでも触れるってわけ。そうじゃないけどさ、あんたいいよな。朝は服を着せて、夜は一つ一つボタン脱がして、服脱がして、あのもっちりした胸に顔詰められたら俺もう死んだっていいのにな。頭洗いな。お前頭どっかしてんじゃないの。俺もう最近自分が全然わかんねえんだよ。女の人見ただけで胸がドキ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 してきて、恋とか愛とかいう言葉聞くだけでもういてもたってもいられなくなってくんだよ。女の人見ただけで好きだって言いたくなるんだ。一人で庭中走り回りながら、奥様やあんたや木や風や雲にだってそう言ってるぐらいなんだよ。これが恋か恋じゃないのか、僕の心を覗いてくれ、もしも恋なら教えてくれ、もしも恋教えてくれ、こんなの初めての気分だし、寂しいようで苦しくて、優しい人。お前は病気だよ。早くもうさっさとこっから出ていきな。私忙しいんだから。これから奥様の下着にこのリボンつけるんだ。奥様のリボンだ。返しなさい。あんた時間ないんだからねえ、返しなってば。じゃあさ、奥様の部屋に入れてくれる？ちょっとでもいいからさ、覗くだけでもいいから。いやだよ、お願いだよ。いやなかった。頼むよ。旦那様に言っちゃうよ。集団旦那様だよ。どうすんのよ。いやだ今きっと集団やっほー開けるよ。あんたも隠れな。あ、旦那さん、こんなところにおいでになったら動いちゃダメだよ。大丈夫だからね。集団、はい、お前感動しているね。いいな、何事につけ感動できるというのは。いや、きっとその胸が期待と不安にときめいてるんだろう。そうかそうか。いや、無理もあるわい。結婚を前にした娘の気持ちというのはつかみどころなく揺れ動くもの。時計の振り子のように、いや、風に吹かれるひなげしのようにか。いいないいな。旦那様、私振り子でもひなげしでもどっちでもいいんですけれど、困るんですよ。何が？だって旦那様が何の前触れもなしにこの使用人の部屋にお越しになるなんて、もし誰かに見られたら何て思われるか。
なんて思われようと僕は構わない。じゃあ大きな声出してもいいんですか。うわー旦那様、うわー旦那様。ちょっとだけ、すぐ行くから。お前に話が聞いてくれ。いや、聞きたくありません。シュザンヌ、僕の気持ちは。うわ、聞こえない、聞こえない。フィガロ、今度町へ行くとき、フィガロも一緒に連れて行こうと思うんだ。僕のお付きとして、町のお偉方に紹介するつもりだ。その時はシュザンヌ、お前もフィガロの妻として一緒に行かなくてはね。行くだろ、行くよね。シュザンヌ、欲しいものがあるならねだっておくれ。 あれしてこれしてって、いっぱいわがまま言っておくれ。何でも言っておくれ。言いたいこと言ってみたら。いや、何言ったらいいか忘れちゃいました。一緒に街へ、素敵なホテルに泊まろう。それだ、旦那様、旦那様が奥様と結婚なさるときに古いしきたりはもうやめにしよう、みんなの前で公言なさったって。古いしきたりというと。ですから、結婚の後の初夜の前に花嫁をお味見するっていうあれでございます。あんなしきたりはもう古くさい、この今の新しい時代にはふさわしくない。いや、つまり私それ聞いても胸がドキドキして嬉しかったんです。だからそのことについては、はい、今夜庭でね。今夜庭で。バジリオ、これ何も聞いてないのか。いや、何も。だから今夜庭で、そう、相談しよう。じっくりと膝突き合わせて。突き合わせるのは膝だけ。シュザンヌ、じらさないでくれよ。今夜庭でちょこっと、ちょこっとだけだから。旦那様、どうしよう。どうしよう。ガチャ。はい、シュザンヌ、旦那様見かけなかったかい。いえ、全然。はい、さよなら。そんな不愛想だと旦那様に嫌われるぞ。嫌われて結構好かれちゃ困る。そなたのそういうところが旦那様はたまんないんでおじゃるな。恥じらい拒む女子を責め落とすことこそがマスラオの生きがい。それが他の男の花嫁と来た日にあって。何をか言わんや。言わんやだかおわんやだか知らないけど、このバジリコが。ニーに言わせれば、結婚ぐらいクソ真面目でふざけたしきたりはこの世にないであろうな。あのマルチェリーナのおばあに、結婚して結婚してっていやらしく責め寄ってたのはどこのハゲ。いよいよやないか。マルチェリーナは窓辺に咲く一輪のひなぎくのようだ。マルチェリーナはあんたのこと鼻くそっぽっちも気にかけちゃいないのよ。いいのかいいのか。何を見たぞ。何をよ。あの盛りのついた故障がこの部屋のノブをこうやって掴んでこうやって回してニョロコーンって入ってったの。うるさいね。あの野郎、女並み境なし、あなたやればメスクジロだっていいんだ。あんたってどうしてそう見てきたような嘘言うの。奥様ともできとるってことは君も知ってるだろ。知らないよ。旦那のやつもかわいそうに、この間なんかも旦那様の目を盗んで奥様のお給仕をするときに奥様の方をうっとり眺めていてスープこぼしたって。なんだそんなでたらめ言ってんと、その口にマグソ突っ込むぞ。みーが言いふらさなくったってみー流してる。知らぬめ天使ばかりなりね。天使とは僕のことか。旦那様、これは飛んだ。思いがけなくも。思いがけないのは僕の方だ。シュザン、何よ。あんたも意地が悪い。旦那様とそういう関係だったらそう言ってくれ。あんたことよ。旦那様飛んだ。お邪魔を。あのマセガキ、年中盛りのついて小便小僧、あの今々しい女ったらしを今すぐ即刻直ちに追い出してやる。あの小僧のことに。いや、取り返しました。こいつが嘘を言ってんです。こんなデタラメを言うやつのことなんか絶対信じないでくださいね、旦那様。なんと優しい花嫁だろう。だけど僕は昨日、あの小僧がバルバリーナのベッドに潜り込んでる現場を取り押さえたんだ。あ、それはですね、今夜の余興の練習してたんです。いやバルバリーナヤッホーってドア開けたら、バルバリーナがベッドから顔だけ出して妙にモジモジしてるから、なんかおかしいな。なんでバルバリーナの部屋にヤッホーなんて出かけるの。それはともかく、なんかおかしいなと思って、でシーツをパーッパーッ。おー、マイクオン。シュザンヌ、これは一体。あ、
そういうことか。そういうことか。どういうことってこういうことじゃないか。まだ花嫁にもなっていないのに頭の黒い小ネズミ引っ張り込むなんて信じられない。いや小ネズミなんか引っ張り込んでいません。シーガルの花嫁の言い訳なんか聞きたくない。お前もお前だ。昨日はバルバリーナ、それから何だって僕の妻に見取りでスープこぼしたって。ダガンズくん、すぐにフィガロの妻になるシュザンヌの部屋にまで忍び込んだわ。ここは俺とシュザンヌの部屋だぞ。俺から結婚しようっていう俺の花嫁の部屋に勝手に入り込んで勝手な、たとえこれが妄想だったとしても勝手に俺の妄想の中に入ってくる権利はないはずだ。俺の妄想に入ってくるな。出てけ。出てけ。旦那様、言っときますけどね、お味見だかなんだか知らないけど、そんなこと絶対にさせないからな。私にはこんな晴れがましいお役は気が引けるって申したんですけれども、みんなの言うことももっともだと思います。どうかフィガロの言うことを聞いてやってくださいまし。何をだい。旦那様、旦那様にお仕えする者ども一同、旦那様があの愚かしくも忌まわしいしきたりをお取りやめになられて早3周年、奥様との愛情もますますの癒やせかを増し、我々一同旦那様を本当に偉いと思っている次第でございます。いやいや、あれはまあ大したことじゃない。いいえ、旦那様は偉うございます。何しろこのフィガロ、手つかずのままの花嫁をいただける世界一幸せな男でございます。ありがたき幸せ。フィガロ、そんな大げさなことは僕としてはごく当たり前のこと。まあとにかくそんな騒ぎ立てるようなことでは。そう謙遜なさるところがまた偉い。なんでもないって言ってるじゃないか。まあこういうことはさりげなくというか当たらず触らずというか、あそんなこともあったんだっけなっていうくらいに曖昧というかなし崩しにというか。さて本日はお日柄もよく老若男女愛集いしおり、それでは早速旦那様より花嫁の頭にこの白い帽子をかぶせてやっていただくと存じます。純潔無垢の証として。ずる賢い狐め。フィガロ、私どうしようこんな綺麗な帽子。ドキドキした。フィガロ嬉しいよ。旦那様お願いいたします。クソやられた。なんとか時間引き延ばして。あなた、私からもお願いいたしますわ。あの古いしきたりをおやめ遊ばしたのは、元はといえばあなたが私に寄せてくださった嬉しい愛情から生まれたものですもの。この婚礼は私にとっても一生の思い出になりますわ。その愛情は今も変わらないよ。偉い。じゃあどうぞのこと、もっと華やかに、もっと盛大に、そうたっぷり準備に時間かけて。うん、僕ながらいい考えだな、フィガロ。いやいや、早い方がよろしゅうございます。今まで待ったんだから午後まで待てないということはあるわい。うん、そうしよう、決まった。さあ行って、みんな行って。はい。ちょっと、せっかく来たんだから。元気ねえじゃねえかよ、あんちゃん。そいつ今しょげてんのよ。旦那さんに出て行けって言われたから。まあ、あなたなんてひどいこと。ひどいのはこいつの方だ。僕の忍耐にも限度がある。だってまだ子供じゃありませんか。子供、こいつら子供なら僕なんか清廉潔白な赤ん坊だよ。ケルビーノ、
旦那様にお謝り。どんないたずらをしたか知れませんけども、旦那様だって本気で言ってるんじゃありませんよ。あなた、私からもお願いしますわ。どうかこの子を許してあげて。なんで君は何かというとこいつをかばうんだよ。いいや、今日という今日はいくら謝っても許さん。あなた、ケルビーノ、謝っちゃいな。私のことは言いませんからって。私のことってケルビーノ、シュザンヌがどうかしたの？あなたどういうことですの？うるさい、許さんと言ったら。あのね、今夜庭で膝つき合わせ。許す！ヘルビーノよかったね、許してくださるってよ。その代わりお前には兵隊に不名誉を与えよう。よかったな、ケルビーノ。これ以上の名誉はないぞ。馬もやる。いいだろう。カタラニアの駐屯地に向けすぐ出発するといい。あんまりだ、いきなり兵隊じゃなんてひどすぎる、フィガロ。旦那様、私らの結婚が終わって明日ということで。今すぐって言ったろ。旦那様の気が変わらぬうちに出かけた方が身のためよ。俺、行きます。ご命令が出たのですから潔く出発しなさいね。立派に務めを果たすのですよ。小さな頃から気ままに育てていただいたご恩を決して忘れるんじゃありませんよ。お前の成功を心から祈ってます。うろたえすぎだよお前。だって私はこの子の名付け親ですよ。こんな危険な任務に就くなと言ってしまうのなら、せめて最後の接吻を。最後の接吻ならシュザンヌにしたいよかろう。あ、いいよ、ちょっとだけ。ちょっと待てよ、俺がしてやるよ。さっさとしないか。はい、行きなさい。あ、ケルビノ、晴天の霹靂っていうか急転直下の出来事だ。ま、俺に任せとけ。フィガロ、そいつに構うんじゃない。あばよ、ケルビノ。おもちゃの兵隊さん、気の毒なこった。羽を切られた恋の蝶々、哀れ追われ花園を、二度と飛ぶに飛べない泣くな恋の蝶々、甘い恋もさよなら、花の乙女さよなら。恋の蝶々、気楽な日々もおしまいだ。恋の風に浮かれて甘い蜜を求め、花から花へ飛んでった楽しい日々も終わり。
縦のものを横にもしない面倒くさがりの旦那様が、なんで私なんかにそんな面倒くさいことを。旦那様はね、うん、とてもお優しい方だから、なので女の子を見ると誰かで構わず抱きしめたくなっちゃうんですよ。もちろんギャーッと抱きしめたいのは奥様に決まってるじゃないですか。いい気持ち。それ取って。はい。はい、できました。窓開けてちょうだい。今日はやけに暑いわ。わあ、奥様、いい天気。ほら、こんなに、ああ気持ちいい。あの人はね、はい、私のことなんかちっとも愛してないのよ。まるで飽きられて捨てられたお人形。喧嘩だけなのよ。不実で気まぐれで、そのくせ気ぐらいだけは高くて、夫なんてみんなそんなもの。あ、フィガロは別よ。あれはお前に夢中ですもの。私たちもそうだった。結婚した時はあの人あんなに私に夢中だったのに、私の愛が負担になってしまったのね。愛しすぎたのがいけなかったんだわ。シュザンヌのお味見のことなんかすっかり忘れて、パッと気がついたらもう、あ、結婚式の時間になっていた。そういうことです。すごいね。つまり、私の浮気はおとりなのね。違いますよ。旦那様の愛情を取り戻すチャンスです。チャンスです。愛を、は、取り戻す。そうね、そうね。さらにここで、決定的なダメ押しをかませます。ダメ押し？何かますの？シュザンヌ、お前が、今夜庭で会ってほしいと旦那さんに伝えるんだ。ダメだよ、そんなの。違う、慌てるな、うん、行くのはシュザンヌじゃなくて、うん、シュザンヌの服を着た別の者が行く。で、待って、そこへ旦那現れる。シュザンヌだと思って、シュザンヌ、いいじゃないか、って言ってるところに奥様登場。
あなた何をなさってるの？こーぐんどー、さえちゃん、もうさすがの旦那がってとぼけるわけにはいきますまい。それは誰がやるの？ケルビーノさ。ケルビーノ、あの子は行ってしまったわ。いえいえいえ、やつはまだここにいるんです。え、どこ、あの子どこにいるの？すぐによこしますから、せいぜい可愛い娘に仕立て上げてやってちょうだいね。はいよ、任せて。はい、じゃあ、あとはあとと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 、フィガロ、乗ってる。シュザンヌ、はい、あの子が来るっていうのに、私こんな格好で。奥様、ケルビーノはね、いつも私にこう言うんですよ。あんたはいいな、羨ましいな、毎日毎日奥様の洋服を着せたり脱がせたりできて。よし、もうあの子ったら叱ってやらなくちゃ。おお、すぐ早く入んな。あんたね、今夜女の子にならなきゃいけないんだよ。だから早くここで洋服着せてあげたり。私の服を着れば、あの一人室の中にあるから。そうですね。なるべく早く戻れるようにお願いしますからね。だから今日のところは我慢をし、いい子だから。娘に仮装していれば、旦那様、お前がまだうちにいるとは気がつかないわ。あら、何それ？あ、これは入隊の推薦状です。手回しのいいこと。急いだ飛び入れて判を押すの忘れてるわ。鍵なんかかけて何してんだい？おい、お前。主人だ。僕だよ。お前、なんて格好。こんなところを主人に見られたら、すごくやきもち焼きなんですもの。何されるかわからない。開けなさい。どうしよう。どうすればいい？開けないか。どうすればいい？開ければいいんだ。開けるときは開けろ。開けるときは開けなさい。おい、お前。何や。中にいるのは分かってるんだよ。誰がいるのか。開けなさい。開けないか。開ければいいんだ。開けるときは開けろ。開けるときは開けなさい。おい、
なんかかけないのがおかしいじゃないか。だってお風呂入ってたんですもの。今日はやけに暑くて朝から何度も入ってしまう。ごめんなさい、取り散らかってて。取り散らかってるのは君の言い訳だろ。ですから、あの子はここにいないんです。あの子って？あの子、シュザンヌですわ。あのシュザンヌは今ここにいないんです。ハサミを取りに遠くの方へ。お前、変だよ。変に見えます？あ、あの、そう、変なんです。私も朝からとっても気分が悪くて。なら今夜庭での会いびきもできないわけだ。誰が？お前がさ。え？この手紙に書いてある。誰がよこしたかは知らないが、差出人の名前はあなたの Z よ。受取人の名前は、思わせぶりに色白の鶴原さんへと書いてある。そのうつろな目は心当たりがあるんだな。全然。なんだ？何でしょう？今の音だよ。音？聞こえたんじゃないか。私には聞こえませんでしたけど。いやー、一緒ですか。誰かいるんだか。誰かいるんですか。僕が聞いてんだよ。シュザンヌ、あのシュザンヌですわ。中で片付け物を。今シュザンヌはいないと言ったじゃないか。おい、シュザンヌかい？出ておいで。出ちゃダメ。出てきなさい。絶対ダメ。なんでダメなんだ。だって中で着替えてるんですもの。裸かもしれないでしょ。裸でも構わない。あなたが構わなくてもあの子は構います。シュザンヌ、裸なのかい？あー、つついた。なんかつついたぞ。ますます怪しいやつだ。こんなドア簡単にこじ開け。開かない。誰か、誰かいないか。誰もいませんってば。頭は悪いが力はある。使用人たちを呼んでるんだよ。あなた、頭は悪いが力はある使用人を呼べば、私たち物笑いの種ですわ。それはそうだな。そうだ、何かこじ開けるもの。やっとこだ、やっとこ、やっとこ取ってくる。お前も一緒に来るね。私もやっとこ取るんですか。お前が逃がしたりしないようにさ。全部のドアに鍵をかけていくからな。さあ、もうこれで逃げられやしたいぞ。さあ、お前。あなた、何もそんなことまで。お前、あなたって本当に細かい人ね。あんたのこと忘れない。変だ。ああ、怒っちゃった。やっとこだ、やっとこ、やっとこ持ってきたぞ。あなた、興奮しないで。さあ、このやっとことをふざけてる。開けるぞ、いいな。待って。だったら中のものに出てくる。言いなさい、言いなさい。なら開けたっていいだろう。あなたって人はやっとこ持ち出したり、ドアを壊そうとしたり、夫婦の間でそんなに大騒ぎすることかしら。私があなたが考えてるような不思議なことをする女だと思って。だから開けてみればわかるんだよ。私はあなたの何なんです。妻だよ。妻と言えて、妻として愛し、いたわり、可愛がることを忘れた女を妻と言えて。あのね、かかる切迫した状況下でぐっちぐちぐちぐちつまらないことだな。つまらないですって？私の苦しみがつまらないってことは、私自身がつまらないってことですわ。あなたはね、そんなつまらない女と結婚したのよ。やっとここまで持ってきて従うわけにいかないんだ。なら意地を張っ
けると言ったら開けるんだ。ならお開けならば。よし、そのままに待って。もし、もしこの中にいるのがシュザンヌじゃなかったら。じゃなかったら誰？例えばケルビーノか。またあいつか。とっくに出発したはずなのに、あの青にさえ兵隊にも行かずに人の女房に突撃しちゃって。あの子に罪は。いや、思い知らせて。やたらにスープをこぼすとどうなるか。あいつの進軍ラッパ引っ込めてやる。あなたの進軍ラッパが鳴らないからといって、何もあの子の。よくも言ったな。僕が一番気にしてることを言ってくれたな。僕は逆上したぞ。こうなったらこんなドアぶっ壊してやる。隠しろよスープボゾ。やめて。開けるならこの鍵で。あるんなら何年かさえんだよ。開けないのに何年出てくんだよ。シュザンヌ。シュザンヌ、どうして。旦那様、やっとこやっとこって、やっとこで私のどこ引き抜くんですか。いや、だからそのなんだ、つまり、なんで。いや、お前の他にまだ、とっ捕まえてる。ケネス、その窓から飛び降りて、その窓今行く。お前、ごめん、疑ったりして悪かった。怒ってる。知りません。ダメだ、お前だっていけないんだよ。あんな慌てたふりなんかして。わあ、そんな言い方ってないと思います。ちょっと横から口出さないで。僕今、妻に言ってるんだ。確かにちょっと逆上はしたけど。ちょっとですって。相当キレてましたよね。妻を愛してるからじゃないか。何かおっしゃいまして。シュザンヌ、ちょっと愛してるって言ってやってくれ。愛してるよって。こんな時だけ。こんな時だけ調子が良すぎるって。主人としての示しをつけなきゃなんないだろ。家のためだぞ。どうせ私は、どうせ私は浮かれポンチな女ですわ。そんなこと言った。はい、言ってます。どうしたら許してくれるんだい。許してもらうためなら何でもするからさ。頭丸めてもいいぞ。そんなこと、そんなこと今さら言われたって。私はもうあなたが愛おしんでくれるような女でも何でもありませんわ。妻でも何でもありません。私はもうボロクズのようになって部屋の片隅に転がってるさ。ああいうほら、もう丸くなっちゃってるような女にしか過ぎませんわ。でもあんなになっても塵も積もれば山となる。あんなふうに膨らんでしまったんです。だからそれでも私は赤すぎる。誰もそんなこと言ってないじゃないかよ。そういう感じ。いい自分でいいか。ごめん、反省してます。もういたしません。じゃああれか、この手紙も僕を試すためだったのか。フィガロが、あ、私は止めたんですけど。あのフィガロがね、あの旦那様が少しでも奥様の方に。フィガロ、あの出しゃばり、もう許さんぞ。あなた、私に今許してって言った人が相手のことは許さないじゃ示しがつかないんじゃありませんの。じゃあ僕のこと許してくれるのかお前。知らないっていうの。知りません。知ってます。おい、あんたが書いてバジリオに渡したんじゃない。主人に届けろって。とぼけてもお前の顔にちゃんと書いてあるんだよ。嘘ついてますって。こら、嘘つくな。こら、バレちゃったんだよ。だからもうお芝居はもうおしまい。おしまい。あんたの書いた筋書きだってばさ。ほら、奥様に浮
き相手がいると見せかけて、この中に入れといて、それで旦那様がやきもきやきもきしてる頃を見計らって私がこっから出てくるっていう、あの筋書きだ。筋書き通りに終わったの。だからもう何にも隠すことはないんですよ。ということは、三文芝居のその筋書きなんていうのは、その時の現場処理で。この子に及んでまだ届けるつもりか。あなた、フィガロだって悪気はなかったんですよ。フィガロはもう本当に子供の頃からいたずら好きなもんですから。ほら、ほら、中行ってみろ。ったくもう。そんなに言っていただくんでしたら、まあ、悪気のない一芝居だということにいたしまして、それでは芝居の作法にのっとり、ここでめでたい結婚式で締めくくるというのはいかがでございましょうか、皆様。あなた、この二人はもう待ちきれないんですよ。人だっていろいろ都合があるんだよ。旦那様、ちっとんべお話がありやがって。なんだよ、アントニオ、今忙しいんだよ。味もございましょうかに、これを見ててくれまひんふり。だから何だって言うんだよ。いやに、ね、一つ何でもかんでもこの2階の窓から投げねえように逃げてんだよしに、さっきなら人間が降ってきやがってに、これは穏やかじゃねえってに。窓から人間が、はい、どの窓から。はい、それはですね、あっ、旬の窓からです、旦那様。ドスンと起こったところにね、ちょうどこいつがありまして、おらの代わりやってた植木鉢がこんなになってしまいました。この窓からか。あんたがなんか見間違えたんじゃないのか。幻でも見たんですわ、きっと。そうですよ、旦那。このね、男は見もしねえものを見たっていう名人なんですよ。この間も豚が真珠食ってた。確かに人間が降ってきたんだな。ええ、お人間のようなね、男でしただよ。男が。そうか、ドアが開かないもんだから。ああ、なるほど。だんだんそりゃサルマテンふんどしは降るかもしれませんが、人間が降るなんてことは。まあ、全然人間が窓から。なんだ、降らない。お前たち黙って。で、アントニオ。そいつどうしたんだ、お前見たんだろ。え、ひょい。おう。どうせ、これでピュー。で、そいつはどんなやつだったの？お前見て、見ただろ？見た、見た、見た。だからどんなやつだったって聞いてんだよ。はい、それはですね、あ、こんなようなね、こんなような、こんなような、こんなんじゃ全然分かんないだろう。これはな、ちょっとね、はっ、ね、あれは多分ね、ならない証言だ。いや、そんな大騒ぎされちゃった。もう困っちゃったな。せいぜい困るんだな。旦那様、実はこの窓から飛び降りたのはフィガロでーす。なんだって。いや、そうなんです。旦那様の怒鳴り声が聞こえましたもんで、後先上下考えずに飛び降りましたんで、あのいたずらの手紙の件もありまして、あのフィガロはね、お尻から火がついたみたいにピューって飛んでましたよ。何も飛び降りることはなかったのにね。なんだよ、あれおめえだったのか。そうだよ、俺はまたね、あの小世話にとってバッと。ケルビーノか。じゃあこいつはいいや。ケルビーノが兵隊から馬で帰ってきて、馬ごと窓から落っこってうまうまと逃げ押しだったってか。いや、お前じゃねえぞ。馬なんかじゃなかった。だろ。だったらケルビーノじゃねえじゃねえかよ。そうだな。あ、おじゃな、この紙切れはおめえのもんか。これ飛び降りてたとこにな、落ちてたぞ。すいません。おい、フィガロ、これが何か答えてみろ。いや、そりゃ紙はいっぱい持ってますからね。お前が落としたなら知らないとは言わせないぞ。あなた、フィガロに言わせんな。ああ、これか。はい、行ってみろ。ああ、それは多分飲み屋の付けの催促か。それとも、そうだな、こんな大きなアブが、あんた耳たぶがこんなに腫れちゃって、アブだかどっち。さあ、フィガロ、答えろ。答えられるはずはないと思うがね。旦那様、それはケルビーノを兵隊にやるについての推薦状でしょ。あ、
ケルビーノが持っていたはずのものを何でお前が持ってんだ。え、おかしいじゃないか。え、いや、だからそれには訳がございましてですね。ああ、そのつまりその紙面にはないものが丸いんですよ。え、ですから歯うんこっていうのは、その猫が枯れ葉にうんこしたときになんかコロコロってこう、もなかない。何もたいてんだよ。旦那様、判です。その書類には大事な判が押してないんです。ほら、だからおいらが預かっておいて旦那からいただいておいてやると押し忘れたんだよ。くそー、ああ言えばこういう。一体どうなっちゃってんだ。いや、汗かいちまって。なんか言ったか。いえ、何にも。そうだ、判で思い出しました。二人の結婚のお許しにも早く判を押してやると。も僕の判をバッチリとお前の花嫁に。何かおっしゃいました。いや、何も。こんなうるせえ山線のやつの言うことなんか聞いちゃなりませんよ。知らん気らしい。つい昔の恋心が。マルチェリーナとフィガロの結婚の約束の件に関しましては私が証人です。証人。旦那、このね、破医者はね、風だって手遅れだっていうメタ違いの名人なんですよ。何が証人だ、肩払いてや。小生も一つ立たせてきやがったな。この三人は大ホラ吹きの大語りの大バカ三太郎の大すっとこ。いやー、本当なら大問題だ。で、マルシェリーナ、結婚の約束がどうしたっけ。貸したお金が返せなければ夫婦になるんです。契約書もここにございます。たかが書き付け一枚で。いやー、これは火の打ち所のない契約書だ。あんたって人は頭にきた。違うんだよ、シュザン。待って、これは金を借りるための方便でさ、ほんのお愛想お愛想、本気なんかじゃねえんだよ。裁判だな。裁判。この問題の白黒は法廷でつけるほかあるまい。とにかくフィガロとシュザンヌの結婚式はこの問題の決着がつくまでは取り行うことはできない。場合によってはパーということになるかも。なんてくって。フィガロ、なんてスパゲッティで首くくって死んじゃえばいい。違うんだよ、スザンヌ。俺が結婚したいのはおめえだけだよ。おめえだけだってば。裁判だ。裁判。直ちに法廷を開催する。すぐに判事を連れてきなさい。裁判だ。裁判だ。醜い世間を知るまでは情熱だけが先走り、シャニムに反抗したものだった。その愚かさに気がつかず、ある日女がくれたのさ、壁にかかったロバの皮、そしてどこかへ消え去った。一人残されとぼとぼと、空が曇って雷まで、冷たい雨が降り出した。かぶったロバの皮、そしたら野獣が現れた。よだれを垂らしてやってきた。ところが臭いロバの皮、あ、臭くて尻尾巻いて逃げてった。それで私は知ったのさ。
かる災難も命の沙汰も大丈夫ロッパの川さえ来ていれば臭い川さえ来ていれば部屋って俺たちのこと好きなんじゃないの？そうだね、うん、居心地いいもんね、うん、部屋だってね、うん、人を選ぶっていうからね相性があるんだよね、うんうん、ああなんかこんなことしてるとピクニックみたいだね家具がないとこにずっといられるっていうのもなんか珍しいもんがあるよね、うん、あ、ほんとこれでいいの？うん、これでいいの、うん、これはロイヤルミルクティーだからね、うん、あそこのコンビニのお兄さんつくづく面白かったよ。どういうふうに？だってすごい顔に似合わない声が出るの、うん、いらっしゃいませおかしいね、うん、この間タクシーの運転手さんもそう言っていたよ。おう、うん、気づかな。それは気がつかなかったな明日かね。みんなそっちはみんな来る、うん、お客さん、うん、うちはね二人欠席だ。二人も？うん。夫婦じゃね。うん。旦那さんがね、うん、いなくなっちゃったんだって。いなくなっちゃった？うちで帰ってこなくなって。で、いや、別に女の人ができたわけじゃないって。で、もちろん何にも言わないでいなくなっちゃったの。突然ある日、うん、もうね、うん、7ヶ月かな言ってたよ。もう奥さんどうやって生活してんの？うん、だからね、うん、そのいなくなった宮田っていうやつなんだけど、うん、そいつは会社を持ってて、うん、まあ、いなくても会社はずっと動いてんだって。だから銀行にはちゃんと手当も入ってるから生活には困ってないんだけど、だってでも今までいた人間がいなくなっちゃったんだから。それでこんなことっていうのは人にもそんなに言えないし、ずっと誰にも相談できないでいたんだって。で返事来ないから電話したのよ、うん、そしたら実は時々そういうこと相談されるの。そう、なんか頼りがいがあるんだよ、ね、ってあんたが、うん、そうとは思えないけど、なぜ言いやすいのかな、うん、言いやすいんだよ。だからそんなのは捜索願いとか新聞の尋ね人のところに何か出すとか。捜索願いは出さない方がいいよ。そうだよね、うん、だってせっかく隠れてあるんだから、うん、まあ長いかくれんぼだと思えばいいのか。そうだよ、多分帰ってくると思うんだけどな。なんか帰ってくるよ、うん、だって奥さんのこと嫌いな風じゃないんだから。なんか良かったんですごく。そうでも絶対帰ってくるよ、うん、だからなんでそうなったのかっていうのは全く想像がつかないんだけど、でもそんなことってあるんだね。なんか男の人ってそういうのあるらしいよ。僕はないよ。そうだといいな。大丈夫だよ。大丈夫だよね。うん。
ねえ、ここ夜までいる？うん、もう少しだからさ、うん、で夜になるとやっぱり景色が違うじゃないね、うん、暗くなるのと、どっかにこう街灯がどこそこにあってとか、うん、外からの明かりとかね、そうそう、見てみたいよね。ここ電気ないけどさ、うん、これ間接照明だから、なんか電気屋で買ってこうかな。うん、買ってこようよ、買ってこようよ。うん、壁のところにブンと置くとか、懐中電灯でもいいしさ。うんうん、そうそう、うん、買ってくるね。うん、ちょっと待っててね。うん、待ってる。うん、帰ってきてよ。はいよ念のため、内側からこれ押しとこう。うん、はい、じゃあ行ってらっしゃい。行ってきます。お前の口づけ、乾いた小麦のような匂いのさ、昼下がり、白い服を着て家の中、お前は本当に一人ぼっち。扇子を持ったお嬢さん、裾の飾りを翻し、お婿さんを探してる。百人の喪服の騎手、どこへ行く？オレンジ畑の横たわる空を通って、その夢うつつの馬たちは彼らを連れて行くだろう。この私どんなステップだろうがお手のもの、中でも得意はアホ踊り、じっくり手ほどきいたシアショー、
けれどもどうかご用心を。下手な横好きは怪我のもととか寄せばいいのに手を出して、泣くに泣けない親けど勝手にこちらの領分にのこのこ入ってきたからにゃ。再起不能にこてんぱん、思い知らせてやりましょう。ねえ旦那、ちょいと旦那、そんなにダンスがお望みなら、ギターを弾いてあげましょう。ギターを弾いてあげましょう。アンコール、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 アンコール。誰も僕のこの虚しさを分かってくれない。女を追いかける、初めはダメよダメよとか、ああいけませんとか、すれないそぶりで背中を見せていたのが、ああもうどうにでもしてとコロッと変わればそれまで。そうなったら面白くもなんともあるしね。それでまた別の追いかける、追いかけて捕まえればそれまで。虚しい、虚しいからまた追いかける、追いかけても追いかけても虚しい、同じことの繰り返し。なのにみんなは僕が夢中で女あさりをしてると思ってる、病気だと思ってる。病気は病気でも僕の病気はこの虚しさなんだ。いくら追い回しても埋めることもできないこの虚しさ、この憂鬱。なのに世の男どもは女どもの尻を追い回る、女どもは気を持たせながら逃げ回る、早く捕まえてと言わんばかりに。どこが面白いってんだ。挙句の果ては結婚だって。何が結婚だ、そんなことで幸せという浮かれやがって。まるで僕の不幸を笑い物にしてるよ。なのに僕にどれほどの苦痛を与えてるか気づいてもいない。そんなの許せない。フィガロにそんな権利はないはず。ああ先に触る、いまいましい、むしゃくしゃする。フィガロの思うようにさせてたまるものか。あいつにもこの虚しさ味わわせて。ああ虚しい、おまけにイライラする。虚しさとイライラがごちゃ混ぜになって変になりそうだ。とにかく裁判で思い知らせてやらなくちゃ。そう思うとちょっとは慰められる気がする。旦那様の顔、だっていいじゃん。だってフィガロの大活
ね。うん、私じゃダメかしら。だってあの人のことギャフンときに合わせたいんだもの。ね、これは二人だけの秘密よ。秘密それはお前がやるのよ。やるの。健闘を祈る。だからさ、お前がいろいろ返事をしてくれれば、持参金だろうとなんだろうと。じゃあ、フィガロがマルチェリーナから借りた借金が返せれば、フィガロはあのおばあと結婚しないで済むんですね。まあ、そういうことになるかな。それなら相当そう言ってくれればいいのに。お前も気を持たせて意地が悪いね。だって旦那様は本気だって私思わなかったんですもん。じゃあ今晩庭に来てくれる？え、きっとだよ。きっと約束だよ。え、約束？かわいいね、お前。それに抜け目がない。旦那様こそ悪い人。シュザンヌ、もう今可愛がっちゃいたい。一緒にいるとこ見られちゃう。じゃあ今晩庭で膝つき合わせて。バイバイ。したくないんだよ。結婚させたいんだよ。結婚したきゃすればいい。冗談じゃねえよ。訴えてるんじゃありませんか。もう本当にこれで大丈夫なの。こんなんでこんなこと言ってんなら危ない。判事殿、小生に一言。 あなたが出てたためを借りたんだね。訴訟の相手はこのフィガロであります。いかに契約書ここにあります。どれ日報そらーちっとねー。これは判事のど、わざわざあなたの裁きに期待しております。この契約書の形式はよろしいかと。私の個人的な意見ではございますが、被告は原告たる夫人に対して2000ピアストール支払うべきで、もし支払うことができなければ、被告は今日中にこのご夫人と結婚をしなくてはならない。私の個人的な意見ではございますが。本官もそのように申し渡そうとしていたところでして、判決、金を返せないのならば結婚すべし。やだー、最低だ。判決は下った。クルツィオ判事、お見事です。待ってください旦那。俺はこの女と結婚するわけにはいかないんでさ。お前の望み通り今日中に結婚式を挙げられるじゃないか。あのおばさんとマルチェリーナ、おめえどうしてもこの俺と結婚したいって言うのかい。フィガロ、私たちいつか結ばれる運命にあったんですわ。そう、それがお前の運命なんだ。運命だ。俺は運命なんて信じちゃいねえぞ。赤ん坊の時に親から引き離されて天涯孤独、国を捨て縄張りを捨て、いや家柄も何かも何もかも捨てて、俺は一人っきりで何にも頼らずに生きていたんだ。明日は明日の風が吹く、その時任せに生きてきたこの俺にとっちゃ、そんなご大層な運命なんてもな、クソくらいだい。この腕の印にかけてもな。あら、お前捨て子だったの？いや、捨て子というより人さらいにさらわれたんでさ、迷子でさ、銀紙の縫い取りのあるよだれかけをしてたって話でさ。ま
マルチェリーナ、何と思ってるんだ。坊や。お、お、お。私の坊や。右肩の傷、そのよだれかけ、さらわれたあの子ですよ。あの子って、フィガロ、これがお前のおっかさんだ。嘘だろう、ウパだろう。これがお父さん。ふとした過ちでお前ができちゃって、できたと思ったら悪い奴にさらわれちゃって。笑ってる場合か、ハンジさん。母親とも息子は結婚できんか。そりゃもっともだい。おっかさん。かわいい坊や。お父さん。旦那さん、おかめ。奥様が下すのです。これさえあれば不可能でいいのに。もう女房まで余計なこと引き去って。あ、フィガロがこんな大判とくっついてる。これどういうこと？どういうこともこういうことも、そういうことになっちゃったんだよ。え、じゃあ結婚 OK しちゃったわけ？フィガロ、あんたって人は。違うんだ。私がせっかくお金持ってきたのに。違うんだよ、シュザンヌ。だってこんな女とイチャついて。あー、ダメー。あー、やってらんないよ。俺はちっとんべ穏やかじゃねえぞ。えてててて、愛の平手打ちときやがった。叩かれて笑ってやがら。おい、そうカッカしねえで、このご婦人がどう見える。どう見りゃいいんだい。かけた土瓶みたいな顔しやがって。かけた土瓶。いいの俺のおっかさん捕まえて、かけた土瓶とはよく言ってくれたぜ。おっかさん、そうともさ、たった今わかったんだがな、ずっと長い間生き別れになっていた生みの母だ。母？バルトロ先生がおとっちゃんだ。おとっさん。はい、話ができたての親子か。まだ湯気が立ってない。頭がおかしくなる前にベロンベロンになっちまった方が良さそうだ。私の坊や。私の花婿のおっかさん。バカバカしい。なんていう成り行きでしょう。とんだ終端場だ。とんだ茶番だ。いい感じも。そうともさ、こんな泣きたいような笑いたいような気分は一生に一度でたくさんでさ。そうだ、早いとこ結婚式あげちまおうぜ。またあの旦那が悪い企みでもしねえとも限らねえや。私も結婚しなくっちゃ。結婚？おい、両親が揃った上で結婚させてやるのが務めですわ。何しろこの子は私たちの愛の結晶なんですもの。とにかく両親が揃ってるってことになりゃ、旦那だって二人の結婚に文句はあるね。そうだ、いっそのこと今日親子が揃って式を挙げるなんて素敵じゃありませんか。式は二組か。どこへもう戻ってこないのね。愛しているの今もとてもあなた、愛の病が今もなお
その方が引っかかりやすいわ。それで、あの人と庭で会う約束の方どうなった？バッチリ。それで、庭のどこで？忘れちゃった。お前、もうそれが一番肝心なことなのに。どうしよう。手紙、あいびきの手紙がいいわ。書いて。手紙、私の字じゃバレちゃうでしょ。なんて書きましょうね。今宵、お空が晴れたなら、庭の松の木の下も、今宵、お空が晴れたなら、お前らしくてと。もういいわ。奥様、これ何で封印しましょうか。このピンで止めて。はいはい、はい、いた。お気をつけてよ。ピンは危ないですよ。いいの、古くからのしきたりなんだから。あ、その前にこのピンは必ずお返しいただくようにこの封筒の裏に書いてちょうだい。読んだっていう印になりますからね。オーケー。あとは私が。奥様、娘たちからのささやかな贈り物をどうぞ。まあ、綺麗なバラだこと。みんなで一本ずつ切り取ったんです。私たちもシュザンヌみたいに早く好きな人と一緒になれますようにって願をかけながら。まあ嬉しいわ。じゃあお礼に誰か一人にキスしてあげる。はい、はい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 。しろと言ったはずだな。はい。ならなんでここにいる。うるさい、岸田さん。今度という今度は誰が何と言うと許さんぞ。バルバリーナ。お、バルバリーナ、早く来てくんないと。お前合体の連中があくびして待ってるよ。フィガロ、みんなお前にも聞きたいことがある。いや、お話は後でゆっくり伺うことを意味いたしましてね。とにかく娘たちが揃わないことには結婚式の踊りが始められないんですよ。今朝窓から飛び降りて足を痛めたやつが踊るのか。あ、落ちたところが柔らかかったもんで、おかげさまで。ごまかしても無駄だ。窓から飛び降りたのはお前じゃない、こいつだ。ケルビーノ、よくも出まかせばかり言ってくれたな。いえ、あいつが飛び降りたって言うんならそうでしょうが、私も飛び降りたんでさ、とにかく今飛び降り病っていうのはやたら流行ってましてね。もう大体が20人、30人、40人、もう多いというか50人ぐらいがバスに乗って。いい加減なこと言ってない。まだ到着しておりませんでした。そんなことは分かってる。とにかくお言いつけ通り行ってまいりましたんですから、小生お願いの筋が。今はそれのことじゃない。あ、小生、マルチェリーナと結婚する成功だけに。そんなことないから。
とにかくヘルビーノ、お前だけは絶対に許さない。旦那様、そのことに関しまして私ちょっと旦那様に一言を申し上げたいことがございます。あ、私じゃなくてバルバリーナから。バルバリーナどうぞ。旦那様言ったのです、私にチューするときいつもバルバリーナ、お前が言うことを聞けば何でも好きなものやるよって冗談じゃねえよ。はい、あんたも落ち着いて。おばさん、この、ああ、そんなことするわけが、いや言うわけが、困ったものな若い娘は。バルバリーナ、旦那様は一度言ったことはお忘れになるようなお方じゃない。私ヘルビーノが好きなんです。罰を与えるんなら私の花婿にください。そしたら私何でも旦那様の言う通りにしますわ。あなた今度はご自分のお尻に火がついたようね。だからそれはお前が考えているようなことではないんだ。旦那様、尻に火がついたときは早く消すことでございます。お、酔っ払いのとったん、何か言ったらどうだい。旦那様が認めるんならいくらおっぺそが文句は言えねえ。もう好きにしなさい。そうときましたら合宿隊だい。式の始まりだい。旦那様があのしきたりを今日限りにお取りやめになる証なんだ。これで娘たちは晴天白日のもと好きな男のところに嫁げるというもんだ。賢くも情け深い旦那様のために一つ陽気にやろうじゃないか。せめて今日一日はさすがさい。
旦那へのつけ踏みだ。止めてあったピンで嫌というほど指さしてやがら。それにしてもどこの色女だ、つけ踏みなんて。フィガロ。何してんだこんなとこで。落としちゃったのよ。何を。ピンよ。どんなピンだ。旦那様がシュザンヌに返す。旦那様がシュザンヌに。そのピンってのは。いや、旦那様は何つってお前にそのピン渡したんだ。だって誰にも言わないようにって言われてるんだもん。本当にそう言ったのか。私言っちゃった。ねえ、私が言ったってこと誰にも言わないでよ。ああ、言わねえよ。そのピンが手紙を止めてあったピンだってこともな。じゃあさ、松の木のこともね。松の木はどうした。だから合言葉は松の木ってそういう絵ってね。ああ、わかんなくなってきた。フィガロ、花婿がこんな暗がりで何してるの。ああ、お母さん、バルバリーナ、落としたのってはこのピンか。そうかも。私行かなくっちゃ。ああ、おら何も聞いちゃいねえぞ。俺やられちゃったよ。え、何やられちゃったの。シュザンヌのやつ旦那と示し合わせてやるんで。まさか。手紙で示し合わせた場所もちゃんと分かってんだよ。松の木の下だ、あの東の横のな。あの子に限ってそんなこと。お前何かの間違いですよ。あんただって俺の母親になるまではシュザンヌと旦那は怪しいって言ってたじゃねえか、バカ野郎。クソ旦那のやつ、あの忌々しいしきたりをこっそりと。フィガロ、どこ行くの。結婚したばかりの花嫁に好き勝手な真似されて突っ込んでられるけ。Yeah.
亭主の役を演じなきゃならねえんだ。シュザンヌ、なんて女だ。俺をこんなにやきもきさせやがって。女。およそ生き物は本能に縛られてるっていうが、女の本能は男を騙すことなのか。ケロッとした顔して、あんたと一緒になりたいの。俺がバカだったんだよ。女なんかを信じたのがいけなかったんだよ。愚かな男よ、女とはなんだ。その目を開いて女を見ろ。その目をよく開いて女を見ろ。光輝く君の女神をしながら笑うその笑顔を、その目を開けよく見てみろ。女は魔女だ、人形だ、魔法で男をたぶらかす。男を誘うよ水の底へ、深くて冷たい水の底へ。女は魔女だ、女は人形だ、塩らしそうにあなただけ。嘘の言葉、嘘の仕草、嘘の笑顔、嘘の涙、何もかも嘘、嘘だ、嘘、嘘ばかりだ。だから女は魔女だ、闇で待ち伏せる美しいバラにはトゲあり、誠実そうなふりでもずる賢いネギツネだ。優しいふりしたライオン。
だ陰謀をめぐらす陰謀ただ怪しい偽の占い師だ愛想笑いだ空涙だぞその場限りのあなただけ嘘の言葉嘘の仕草嘘の笑顔嘘の涙何もかも嘘嘘だ嘘嘘ばかりだだから女は魔女だ目をよく開けみろ女は魔女だ人形だ愛などは知らない愛なんか暗いのは俺か、はあ、誰も来ねえや おいフィガロこんな暗闇で何やってんだおいえ暗闇でじっとしてると自分が暗闇に吸い込まれて亡くなってしまいそうで おい何してんだよえ何してんだってさ何してるんだったっけちょっとこっち構わないああどうぞどうぞごめんなさい遠い目ですからこっちはあ、はい、耳も悪いですから、はい、あの物忘れも激しいんです3歩歩くと忘れます行ってみましょうかほらね、こんなもんですから。なんだこれは、出ろ。ほらね、あの忘れたことを忘れてるんです。どうも。ちょっと長いね。まあ、やってみましょう。どうぞ、どうぞ。なんだっけ。女からです。歌の後です。はい、歌の後。歌終わりか。どうぞ。女。水みたいに煙みたいに捕まえようとしても指の隙間からスルリと行ってしまう。そばにいるのにどこか遠くの角を曲がる後ろ姿が見えて。なるほどね。あるぞ。俺たちは結婚式を前にして。そしたらそうそう旦那のやつ結婚式の最中にシュザンヌから合い引きの手紙もらって笑ってやがったクソ俺こそいい面の皮だぜけどね旦那様シュザンヌだけは渡せませんよ渡してなるもんか旦那がなんだ上から言っても下から言っても同じじゃねえか人間としても男としても平平凡凡平凡がひげ生やして歩いてるだけじゃねえかそれに引き換えこの俺は俺は毎日電車に乗って事務所に行って どうしてしまったんだろうなどこからあ忘れした。もうちょっとで思い出したことやな。思い出したってしょうがないよ。え、もうないんだから。何もなかったんだよ。ないのか。ん？ああ、思い出した。何よ。いや、すっかりなくなっちゃったことさ。ああ、すみません。どうも。あの、旦那がなんだからです。あの、上から読んでも下から読んでも。旦那がなんだ。どうぞ。旦那がなんだ。だいたい俺と張り合おうってのが。10年早いんだよそもそもこの俺のそう
この俺の人生ほど紆余曲折に富んでるっていうか混乱してるっていうのか全く訳のわからねえものはないんだってんだよ。生まれてすぐにさらわれて親の顔も知らず、一体この世の中に何のために生まれてきたのかもわからねえ。しかも周りにいた連中がこれまた自分が何者なのか分かっちゃいねえ連中ばっかでさ、俺はつくづく嫌になっちゃってさ。そこで俺はとにかくまともな仕事に就くことだと思ったんだ。いや、そんな立派な仕事じゃなくったっていいんだぜ。あ、俺はこの仕事をするために生まれてきたんだと思えるようなね、ごく堅実な普通のさ、まあ、ところがそれがそう簡単じゃないんだよな。まあとにかくいい仕事に就くには教育を身につけなきゃならない。教育を受けるにはいい学校に入らなくちゃ。そのためには塾にも行かなくちゃ。俺は予備校にも行ったよ。俺が行ったのは高田の馬場にあってさ、バス停の前の細い道をスッと入っていくとパチンコ屋の2階にあんだよ。これがうるさくてなあ、ちんじゃらちんじゃら、おまけで勉強もちんたらちんたらだ。とにかく俺は1年浪人したんだけども、大学に入っても俺はパチンコだけはやらなかった。真面目に知識を学んだんだ。化学、化学、薬学、薬学な、その他生物学だ。その他にもな、いろいろやったな。外科治療とかもやったね。そうそう、その頃にある人の紹介でついた仕事っていうのが家畜の針師だ。具合の悪くなった牛とか馬にな、針を刺すんだが、これが結構効くらしいんだぞ。乳の出なくなった牛とか足くじいた馬とかにチクチク針刺すんだが、このツボってのが大雑把なんだな。しかも牛とか馬は先生そこ効きますなんて言わねえだろ。面白くもなんともねえんだよ。まあそれに比べたらレントゲン技師の方がマシ。同じようなもんか。毎日毎日、はい、そこに顎乗せて、はい、大きく息吸って、はい、止めて、ガチャン、はい、終わりましたよ。とにかく暗いんだよ。なんかパーッと陽気になれるような商売はないもんかと後先考えずに入ったのが芝居の道だよ。ところが、芝居の世界ほど食えねえもんはねえぞ。でかい石をな、首にぐる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 縄と一緒にこう巻きつけて海に身投げしたようなもんだ。特に役者は食えねえぞ。それなら俺は芝居を書こうと思ってな、脚本を書き殴った。ところがちょっぴり色気を利かしすぎたものか、公衆の領俗を害すとかで上演まかりならんときやがった。喜劇が悲劇に終わって俺はまた食うや食わずだ。そこで一か八かで始めたのが博打の胴元だ。これが意外と大儲け。さあお立ち会い、たちまちのうちに高級レストランで食事をできる身分になり上がるわ。御殿は立つわ、女ははべらすわ、もう大変だよ。ところが甘い話には虫がつくだ。頭のいいやつがいっぱいいてな、おいら方連中がガーッと集まってきて、何やうまいこと言われて、儲けは持っていかれる。もう全部身の回りのもん持っていかれる。うちも取られる。俺はまた元の食うや食わずだ。こうなったら火事場のうんこだ。わかるか、やけくそってんだよ。やけのやっぱち火事場のうんこ。こうなったらもう何でもやってやるってんだ。俺何でもやったな、時計の修理、ダンスの教師、会計士の口、それからビラはぎ、ビラ配り、ティッシュ配り、看板書きもやったぜ。それから煙突掃除にビル掃除だ。バイク便もやったし、デパートの配達、それから深夜専門のコンビニの店員だ。あれって眠いんだよね。
まあやろうと思うやいくらでもあるよ。俺は毎日事務所へ行って新聞の求人欄に目を通して書類をいくつか整理して電話を二つ三つかけたら一日が終わって。なるほどね。いろんな人がいるんだな。いや、いろんな人じゃないんだよ。一人なんだから。え、同じことだよ。そうだよ、俺だってある時こう鶏じゃん。ある時私立探偵でさ。それからね、俺千にイワシやったよ。あ、ああ、俺あとやりたいのキューピッド。え、天使？天使とキューピッドは違うよ。でもそういうのやってないからさ、やりたいね。うん、キューピッドやりたいの。結局な。結局俺は元の床屋に戻ったわけさ。外見とか名誉なんてものは欲しがってるやつに勝手に欲しがらしときゃいいわけで、俺は道具袋一つ下げて町から町へテクテクと、恥とか外聞なんかも邪魔なだけだから往来の真ん中に捨ててきちまって、目立つこともなく一目置かれることもなく、のんきなものさ。暮れかかった道を駅まで歩いて電車に乗って、あ、そうだ、俺帰らなくちゃ。彼女待ってるだろうな。どうして俺そんなこと。どうなっちまったんだ。どうしてこんなことになっちゃったんだ。どうしてこうなってああならなかったんだ。そもそも俺って人間は何者なんだ。取るに足らねえガラクタの寄せ集めか、いてもいなくても関係のねえケチな道化師か、出たとこ任せのお調子野郎。生まれついてのこの能天気の性分だって実際俺のものなのかどうか、そもそもこの俺を持て余してるこの俺自身は何者なんだ。うるさいな。ごめんなさい、うるさいの僕でした。いや僕ね、たまに絵描くん、いや人に見せたことはないんだけど、ギターも弾けるんだ。歌も歌えるし、いや、お風呂でだよ。モーツァルト、マイズ、恋のテフテフ。もしかしたら俺はもしかしたら帰りたくないのかもしれない。結局骨折り損のくたびれ儲けってわけか。すべては夢幻、取るに足らねえ妄想。俺はこの俺の妄想、およそ生きとし生けるものは妄想に縛られてるっていうが、おいフィガロ、お前の人生そのものが妄想だったとしたら、もしかして僕は帰りたく、誰か来る、足音だ。あいつか、シュザンヌか。よし、一応見届けてやろうじゃねえか。
俺の妄想がどういうことに相なるか、乗るか反るかの分かれ目だぞ。おい、隠れなくちゃ。シュザンヌ、どこ？奥様、こっち。暗くて何にも見えやしない。フィガロのやつ頭に来た。私のこと疑うなんて。シュザンヌ、シュザンヌはそっち。私あそこに隠れてますからね。シュザンヌ、やっぱり私一人じゃ心細い。奥様、フィガロがどっかで伺ってるかもしれないんですから。シュザンヌ、夜露に濡れると体に毒ですよ。はい、奥様。バルバリーナ、どこだい？シュザンヌ？シュザンヌか？会いに来てくれたのか？あんたには用はないよ。とっとと帰んな。俺、ずっと隠れてたんだけどさ。寂しくて寂しくて。黙れ！フィガロが来るよ。あんたが待ってるのはフィガロじゃないだろう。何だろう。シュザン、あのガキ。シュザン、シュザン、旦那が来たよ。あの若造。シュザンヌ、シュザンヌ、クソ。違う、違うのよ。シュザンヌ、待て。手紙の通り来てくれたんだね。この時をどんなに待ち焦がれていたことか。さあこっちおいで。お前震えてるね。なるほど、胸がこんなに。いいじゃないか。ダメ。もっと。ダメ。もっと言ってくれ。ダメって。拒絶されればされるほど止まらなくなる。その辺の加減が妻にはまるでわからないんだ。わかるだろう。うん。そんなのわかりません。わからなくたっていいさ。お前は生まれついて恋に向いてる女だもん。浮気で子肉らしくって、たっぷり男の気を揉ませる術を心得ている。すいたらしい女だ。
そこの東屋で。いいえ。おいでってば。誰か来ますわ。だから早く。いけませんってば。やい、出産の。なんてこったい。結婚の日から女房の浮気の現場捕まえようと。現場なんか捕まえなくたってちゃんと分かってんだよ。誰だそこにいるのは。あ、奥様、旦那を探しに。奥様、聞いてください。シュザンヌのやつ、旦那と あいつだけは身持ちのいいやつだと信じてましたのに。やっぱりシュザンヌのやつ、ここで旦那と。こんなことって、こんなことって。奥様、どうなさるおつもりで。まさか見て見ないふりなさるんじゃないでしょうね。復讐。そうですとも。俺だってこのままじゃ気が済まねえや。あっちがああならこっちだったか。奥様も私も裏切られた者同士。幸いここには二人きり、はばかる人目もありません。どういう意味。奥様、これ以上男に恥をかかせないでください。奥様だってあの二人が憎いはずです。俺だって。だから一度だけお願いします。奥様。あ、愛もなしに。愛はなくても役には立ちます。ほれ、この通り。さあ早く、時間がない。奥様。あ、浮気者。ああ、シュザンヌだろ。あんたなんて、勝手に人のこと疑って、勝手に復讐だなんて、私の苦労も知らないで。あんまりでも俺がお前と奥様を間違うはずはなかろうが。だって今間違えて口説いてたじゃないか。何言ってんだ、最初から分かってたんだって。だからお前、一緒なんだったろって言ったじゃねえかよ。え、おい、この声、この胸の膨らみ具合、この尻の触り具合、俺の可愛い花嫁以外の誰だって言うんだよ。なんて口がうまいんだから。うまいのは口だけじゃねえぞ。試してみるか。ところでおめえ、何のわけでこんななりしてるんだ。さすがの俺も引っかかっちゃって。バカバカしいな。あんたって本当にバカだよ。自分の仕掛けた罠に自分で引っかかってるんだから。ところでもう一人のおめえは誰なんだよ。奥様だよ。奥様か。シュザンヌ、シュザンヌ、どこだい。旦那さんが来た。そこにいるのかい。奥様。どうさん。からかってやんだよ。奥様。はい。今宵こそ、あなたの Z が奥様のすべてを、ここもここもここも、ここもあなたの Z が奪っちゃうんだから。ダメ。奥様。奥様。誰が妻でしているの。貴様、昼間つけ踏みさせと。
来たどうぞ。とっ捕まえて。うわっ。待て。隠れたって無駄だぞ。隠れてこそこそやったのは分かってるんだ。なんていう口だ。なんていうハレンチだ。こうなったら許さないぞ。絶対許さない。撃ち殺してやる。鉄砲持ってこい。あなたの Z とは貴様のことだったとはな。旦那様、私が愛する者とどうしようと、お咎めを受ける筋合いはございません。何、私に言い寄ったのはどなたでしたっけ。うるさい、女中ごと逆襲なさ。これが女中に見えます。ああ、それじゃ私は誰かしら。お前はわしの妻だ。お前がこの男と不貞を働くとは信じられん。旦那様、どうやった、どうしたの。お前を許すわけないか。こうしてやれ。旦那様、旦那様、旦那様、しっかり旦那様。妄想だ、妄想、妄想狂だ。誰が妄想狂なのか思い知ればいい。ああ、俺の婚礼の日だというのに、なんてたわけた一日だ。
ここよ暗い茂みよ、あなたを待ってるわ、早く来てよ待ちきれないわ、お願い来て来て早く。ごめんね。どこだか分かんない道に迷っちゃってさ、うん、いや電気屋探して商店街を歩いてたらね、ロバのパンがいたの。懐かしいじゃない、うん、うわー懐かしいな、あのメロンパンあんのかなとかと思ってね、うん、見てたらもうそこでお客さんいないからどっか行くって、でポコポコ僕も追っかけて行ったのよそしたらどこだかわかんないとこ行っちゃってなんか路地がいっぱいあってね、なんか抜けれなくなっちゃったのよ。迷子になっちゃったんだね、うん、ごめんね、心配した。心配したよ。怒ってない。うん、怒ってないよ。あー、よかった。ヤッホーフィガロー、ヤッホーフィガロー、ヤッホーフィガロー、ヤッホー。あの人たち誰？君にも見えてんの？見えてるよ、だっているんだもん誰、友達？友達っていうほどじゃないんだけど、うん、何してんのだろう、あの人たち、窓拭きかな？いや、なんか喫茶店かなんかの宣伝してる。あ、そっか、うん、もうあんたのことフィガロって呼んでたよ。いや、だから喫茶店の名前じゃないの。ああ、じゃあ金取り屋か。ああ、いろんな格好するんだね、最近は。頑張ってね。お腹すいたね。そうだ。うん。なんか食べに行こうよ。行こう。大丈夫だから今日は。お金持ってる？大丈夫大丈夫。会社のあれだから。じゃあさ、うん、何食べたい？お好み焼き。いいね、いいね、いいでしょ。どっか知ってる？関西風がいいの？広島風がいいの？関西風がいいかな。そうだよね、うん、そうだよね、うん、そうだよね、うん、よし、そしたらね、うん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 、赤坂行こう。オッケー、ね、分かった。何買ってきたの？あ、結局ね、その懐中電灯とか買えずにさ。ないんだ。うん。なんだこれ、アイスクリーム買ってきたんだね。うん。ジャイアント。でかいからさ、二人で分けよ、うんうん。私これ大好きで。そう。うん。はい。おいしいね。うん。ここのとこはうまいな、うん、誰だか知らない、誰かに呼ばれて目を覚ます俺、ひげを剃る俺、まだ眠っている俺、開けっぱはなしの窓、泥だらけの床、カップの底に飲み残しのコーヒー、ドアを開ける俺、振り返る俺、ここにいる俺、あそこにいる俺、俺を見ている俺、
星の観察が楽しくなる星座神話。秋の星空に繰り広げられるのは古代エチオピア王家にまつわる物語です。王様ケフェウスとその王妃カシオペア。カシオペアはいつも一人娘であるアンドロメダの自慢ばかりしていました。私の娘アンドロメダの美しさに比べたら海の妖精なんて。その話を聞いた海の神は怒り、エチオピアを嵐と津波に襲わせました。